アフォンソ6世は、ポルトガル王国、ブラガンサ王朝の国王、勝利王と呼ばれる。ブラガンサ王朝を開いた、ジョアン4世と王ヒルイサで、グスマンの息子。1653年、長兄テオドジオの皇居により、王太子となり、1656年に、不王の崩御を受けて13歳で王位についた。アフォンソは3歳の時に、小二麻痺で、左半身が麻痺しており、 これが精神を不安定にしていた。そのため彼は当地に興味がなく、即位後も1662年まで6年間母親が摂政として政務をとっていた。その後ポルトガルは1663年6月8日のエストレモスの戦い、1665年6月17日のモンテスクラロスの戦いでスペイン軍を破り、 1668年2月13日にスペインから独立の承認を得てポルトガル王政復古戦争を終結させた。海外では1658年にスリランカにあった植民地をオランダ共和国に征服されて失い1661年6月23日には姉カタリナがイングランド王チャールズ2世と結婚したため持参金として ボンベイとタンジールを割上された。オランダとの関係は1661年にイングランドによって調停され、ポルトガルはスリランカを放棄する代わりにブラジルを獲得することに同意し、乱歩戦争を終結させた。アフォンソロクセイは1666年にサボイアケボーケーのマリア・フランシスカ・イサベルと結婚した。しかし結婚は長続きせず、翌1667年に王妃は、 王の不能を理由に教会に対して婚姻の無効を申し立てた。これは認められ、マリアはアホンソロクセイの弟ペドロと結婚した。同年、ペドロは兄王から統治権を奪い、殺政王大使となった。アホンソロクセイは、アゾレス諸島のテルセーラ島へ7年間追いやられ、1675年にポルトガル本土へ帰国した直後、シントラ宮殿の一室に放御するまで監禁された。 アフォンソロクセイの崩御後、摂生であった弟ペドロは、ペドロを二世として、王位を継いだ。ありがとうございます。